び夫のアルトの海外赴任期間が終了し日本へ帰ることになりました。もう君が日本に戻るなんて残念だな。もっと一緒に仕事したかったよ。恐縮です。なで春のこと Don't forget。 ルリも元気でね。春ちゃん Thank you very much。 5年ぶりの日本だね。ああすごく懐かしい感じがするな。ママ日本ってどんなところ？そっか、ルリは日本に行くのは初めてだったよね。こっちで生まれたルリにとっては初めての日本です。よくビデオ電話でバーバとお話ししてるでしょ。パパとママはずっとそこに住んでいたのよ。あ、母さんからだ。日本に着いたら連絡くれって。寿司でも取ろうってさ。あ、ありがたいね。お帰りなさい、アルト、カナデさん。ルリちゃんもはじめまして。ビデオでよくお話ししていたバーバですよ。はじめまして。お、なんだルリ、照れてるのか？いつもはやんちゃガールなのに。もう、なんて可愛いのかしら。ビデオ電話でもルリのことを可愛いと連発していた姑でしたが、実際に会ったルリにメロメロになっていました。ルリちゃんのためにお菓子をたくさん買ったのよ。一緒に食べましょう。うちは男兄弟ばっかりで、初孫が女だから嬉しいんだろうな。私たちの住む家から姑の家は片道1時間はかかるのですが、姑はほぼ毎日ルリに会いにやってきました。ルリちゃん、ルリちゃんの大好きなバーバがやってきましたよ。お母さんいつもすみません。ああ、3日連続だ。じゃあ今日はね、ルリちゃんに似合うお洋服をたくさん持ってきたのよ。着てみて。うん、ありがとうバーバ。これはどう見てもルリの趣味じゃないよね。ルリはやんちゃで動きやすい服装が好きな子なのですが、初めての日本にまだ慣れず、姑が用意してくれる全く趣味ではない服やおもちゃを、これが日本なんだと受け入れているようでした。なんてけなげ。まあよく似合うわ。やっぱり女の子はこうじゃないとね。これが日本、これがジャパン。顔が死んでる。あのお母さん、お気持ちは嬉しいのですが、ルリにはズボンの方が。なに、かなでさん、私の選んだ服にケチつけるの？そうではなくて、ルリちゃんにはこれがいいわよね。女の子だもの、女の子はスカートって昔から決まっているのよ。令和の時代に何言ってんのよ。ルリが少しかわいそうに思えたのですが、わざわざ電車を乗り継いで来てくれる姑を無限に扱うことはできません。ルリ、無理して着なくてもいいよ。だって日本の女の子はこういう服を着なくちゃダメなんでしょ。物分かりよしこちゃん。しかし姑の自分の好みを押し付ける行動はどんどんエスカレートしていきました。おいしいよルリちゃん。うん、甘い。これはおはぎって言ってね、日本の子はみんなこれを食べて大きくなったのよ。そんなわけあるか。ルリちゃん何読んでるの？絵本だよ。英語の絵本よね。日本語の勉強にもなるし、これをあげるわね。桃太郎に浦島太郎、かぐや姫よ。なんだかルリがどんどん昭和の女の子になっていく。ルリちゃんってば、私があげたもの全部気に入ってくれて嬉しいわ。はあ、いや決して喜んでるわけではないと思いますよ。ママ、アンネちゃんのお洋服のリボンが取れちゃった。あらら、取れかけてたもんね。つけとくから大丈夫よ。本当？ありがとう、ママ。可愛らしいお人形さんね。どうしたの？誕生日にサンタさんにもらったんだよ。ルリの宝物なの。 My name is Anne. ルリ's treasure. サンタさんに？メリークリスマス。お母さん？ルリちゃん、それはやめてこっちにしなさい。 Wow! What are you doing, Baba? え、どうして？ルリ、アンネちゃんと遊びたい。ダメよ。日本ではそんな外国の人形で遊んでる子はいません。ほら、こっちのお人形さんは日本で人気があるんだって。日本で人気のカズちゃんよ。こんにちは。やだやだ、ルリも帰りたい。日本やだ。何言ってるの。ルリちゃん、ここはあなたのお家よ。やだ。ルリ、姑には何とか帰ってもらい、私は帰宅したアルトにこの日の出来事を話しました。オーマイガー、そんなことがあったのか。ルリ、かわいそうに。俺、母さんに話してみるよ。ありがとう、そうしてくれると助かる。私から話を聞いたアルトは早速姑に電話をしてくれたのですが。もしもし母さん、かなでから話聞いたぞ。ルリがかわいそうだから、自分の好みを押し付けるような真似はやめてくれよ。何の話？ルリちゃん喜んでるじゃないの。そんなわけないだろ。ルリは慣れない日本で必死に馴染もうと無理してるんだよ。全く聞く耳を持とうとしない姑に私たちは困り果てていました。わあ、ルリここの公園初めてだ。いつもお家で遊んでばかりだからな、たまにはいっぱい体動かそうな。はーい。あら、初めて見るお顔ね。こんにちは。あ、どうもこんにちは。実は家が近くでして。そうなの。お子さんいくつ？3歳です。うちの青と同い年ね。お嬢ちゃん、お名前はなんていうのかな？ルリ。ルリちゃんね。この子青っていうの。よかったら一緒に遊んでくれないかな。ルリちゃん遊ぼう。うん、いいよ。砂のお城作ろうぜ。俺のパパ作るのうまいんだぜ。作りたい。パパも行こう。わかった、行こう。
ルリすごく楽しそう。よかった、あの子があんな風に笑ってるのを久しぶりに見た。普段はルリちゃんどうやって過ごしているの？実は私たち最近まで外国に住んでいたんです。日本に戻ってきたのは5年ぶりで、まだあの子日本に慣れてないみたいで無理しているところがあって、私は青のお母さんラムさんに我が家の事情を話しました。それはまた強烈なお母さんだね。青もさ、やんちゃだから家の中だと元気を持て余してるんだよね。私たちよく公園に来てるから、いつでも遊んでやってよ。青も喜ぶと思うし。いいんですか？ありがとう、青くんのお母さん。ラムでいいよ、私も奏でって呼ぶし。この日からラムたち一家と家族ぐるみで交流する機会が増えました。ルリは青くんと出会ってから日に日に笑顔が増え、すっかり元の元気なルリに戻っていました。そうね、青くんとバッタを捕まえたんだよ。すごいね。それでね、お砂でバッタさんのお家を作ってあげたの。お母さんも近所の人と温泉旅行に行ってしばらく来てないし、ピース&ハッピネスなんて思っていたある日のことです。カナデさん、こんなところにいたの？家に行ってもいないから探したじゃない。お母さん。あ、バーバだ。ルリちゃん、久しぶりね。バーバ、ルリちゃんに旅行のお土産たくさん買ってきてって。何やってるの？ん？泥遊びだよ。ダメよダメダメ、女の子がそんなはしたない。今すぐ手を洗いなさい。ま、これはバーバのあげたお人形じゃないの。なんでこんなに泥が？ここカズちゃんのお家なんだよ。そうなの、私のお家なのよ。まあ、カズちゃんはこんな泥の家なんかには住んでません。確かにすごく強烈なお母さんだね。ルリ、せっかく元気になってきたのにこのままじゃまた戻っちゃう。あの、お母さん。私が姑を止めようとしたその時でした。そんな意地悪を言うバーバとはもう遊んであげません。ルリちゃん、アー君行こう。今まで姑の言うことを全部受け入れてきたルリの初めての反抗に、姑はとてもショックを受けている様子でした。ちょっと気分がいいわ。抜け殻のようにしばらく呆然としている姑に私が声をかけようとすると、私より先にルリが姑の元に走っていきました。はい、バーバ、これバーバにあげる。ルリちゃん、これ何？泥団子だよ、青くんと作ったの。僕同期の中では一番出来がいいんです。バーバにいつもお洋服とかたくさんもらってるから、ルリもあげるね。仲直りだよ。バーバ泣いてるの？どこか痛いの？あ、ありがとう。大丈夫だからお友達と遊んでおいで。お母さん、この子は本当はこんな風に笑うんだね。こういった姑の顔は寂しげだけどとても優しく感じました。これからはよろしく頼みますよ、バーバ。ご視聴ありがとうございました。桜庭彩香です。今回のお話いかがだったでしょうか？最初にちょっと謝りたいんですけど、帰国子女というか、アルト君とかなでちゃんとまるりちゃんもそうですけど、海外にいたっていうことでちょっと合間に英語を勝手に挟んだりとかしたんですけれども、あの英語ですね、完全にエセでございます。もうわかるわって感じだと思うんですけど、全然エセ英語なので何言ってるかちょっとわかんないわとか、雰囲気でぜひ生温かく流していただければ、幸いでございます。本当にすいませんでした。とですね、まあお話戻しますと、いや今回結構人によって誰に感情移入してみるかっていうのが変わるお話だと思うんですよ。お母さんとしてお姑さんとのこういう関係で困るわっていうかなでちゃんの場合もあるだろうし、ルリちゃんの立場に実はいたことがあるとか、おばあちゃん側の可能性もありますよね。いやー、私このおばあちゃんにもちょっと感情移入しちゃって、ささか切なかったですね。なんか良かれと思ってやってるけど、あ、迷惑なんだなみたいのが、親戚とはいえよそのお家とのこのやり取りってすごいこうコミュニケーションをうまくとって可愛いといろいろやってあげたくなっちゃうんだけど、
そういうところを気をつけないといけないんだなと思いました。よかったら誰に感情移入しましたとか、この人の意見賛成わかるわとかコメントで言っていただければ嬉しいです。また今回カイリ君ちょっと喋らなかったんですけど、ソプラノ漫画のレギュラーメンバーが全員出てきまして、しかもおそらく公式と思われるカップルが出てきているかなというところでした。皆さんここのカップルが推しですとか、このキャラクターが幸せならそれでいいのよとか、ぜひぜひコメントで教えてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白いと思っていただけましたら高評価ボタン、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。